2019年、愛知県である事件が起きました。加害者だった女が別の事件で被害者になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる門田典子は愛知県稲沢市に住んでいました。彼女はおとなしい性格をしていましたが、ムキになると突っ走るところがあったそうです。そんな門田は成人後、名古屋のホストクラブで遊ぶようになります。しかし、名古屋のホスト界ではちょっとした有名人になっていきました。有名人といってもいい意味ではなく悪い意味です。何でもお気に入りのホストが他の女性に接客していると嫉妬していたそうなのです。ホストクラブはそういうお店ですから、ホストが目の前にいる客に接客していても仕方ありません。しかし彼女はその嫉妬心を抑えることができず、客と殴り合いの喧嘩に発展することもあったというのです。さらに飲み代を支払えずにお店やホストに借金をすることがしょっちゅうあったといいます。この時門田はイケシャーシャーと後日必ず支払うと嘘の約束をしていました。ただこれらの借金については支払われることはなく、ちゃっかりとんずらをこいていたのです。このような状況だったため、門田自身常にお金には困っていたそうです。そしてファストフード店に行っても彼女が頼むのは無料の水だけでした。こうして生活に困窮していた彼女が働いていたのは夜のお店だったそうです。そこである人物と知り合います。その人物は後に共犯者となる石川和代という女でした。彼女は13歳と12歳の子供を持つシングルマザーであり、名古屋市の中区に住んでいたそうです。そして子供を育てるためか夜のお店で働いており、門田と同僚だったのです。しかしこの石川という女も相当な悪人でした。というのも石川は知的にハンディキャップを持っている同僚から金を巻き上げていたというのです。その方法がとんでもないものでした。ハンディキャップを持っている同僚は障害者年金をもらっています。その障害者年金に目をつけたのです。ターゲットを見つけた石川は自分との同居を持ちかけ、自宅に住まわせます。そして金銭管理を名乗り出るのです。同僚からすれば住む場所を与えてくれるばかりか、金銭管理もしてくれるということで石川に感謝していたのかもしれません。しかし石川は同僚が受け取っている障害者年金を猫ばばしていました。そして猫ばば被害に遭っていた同僚に手を挙げて服従させていたといいます。この石川に目をつけられたのが門田でした。詳細は分かりませんが、門田には知的な遅れがあったそうです。そして石川は門田に日常的に手を挙げていたそうで、自分の支配下に置くようになったのです。そしてもう一人石川に目をつけられた女性がいました。その人物こそが本件の被害者となる愛さんという女性です。彼女は知的障害を持っていたそうです。そして実家の両親とは反りが合わず家を出ていました。そこからは夜のお店で金を稼ぎながらも2ヶ月で10万円前後の障害者年金を得ていたといいます。愛さんはもともと彼氏と暮らしていたのですが、ある時別れることになりました。ちょうどその頃に石川の自宅で同居していた同僚が逃げ出したタイミングだったのです。こうして石川が次のカモを探していたところ、愛さんが彼氏と別れたことを知りました。つまり愛さんが彼氏と別れて同居を解消したタイミングと石川が次なるカモを探していたタイミングがバッチリ合ってしまったのです。そこで石川は愛さんを自分の自宅に住まわせました。しかしもちろん石川が親切心で愛さんを自分の自宅に住まわせたわけではありません。彼女はまず金のない愛さんに闇金を紹介しています。そして闇金の返済と称して夜の店で働かせました。さらにそこから直接儲けを受け取っていたのです。そんな中、石川と門田、そして愛さんの3人は一緒にホストクラブに遊びに行く仲間でもあったといいます。ただこの3人組はいわゆる新規嵐として知られていました。新規嵐とはホストクラブに存在する初回のお試し価格で飲めるサービスを狙って様々なお店に行くことを指します。
ホストクラブ側としては客に安い価格で楽しんでもらい、そこで気に入ったホスト目当てでリピートしてもらう算段なのです。しかし石川たち3人はお試しの安い価格で遊び回り、ほとんどリピートすることはありませんでした。ただ石川たちは2回目以降訪れるお店もあったといいます。しかしそこで彼女たちが料金を支払うことはありませんでした。その際石川たちは、私たちは夜の仕事をしていると話して売りかけをしていたといいます。つまりつけで飲んでいたということになるのです。とはいえ複数のお店で数十万円ずつの未収といわれるツケがあったそうです。ちなみに角田については、名古屋だけでなく他の地域でもホストクラブにツケがたまって逃げてきているような状況でした。こうして名古屋のホスト界を震撼させていた3人なのですが、ある時から3人の関係に変化が現れます。というのも角田と愛さんが大喧嘩を繰り広げたらしく、そこから角田が愛さんに手を挙げるようになったというのです。喧嘩の内容は指名するホストが被ったというしょうもないものでした。とはいえ角田にとっては重大なことだったようで、激高してしまったのです。さらに愛さんの稼ぎが少ないと、石川も愛さんに手を挙げるようになっていきました。こうして石川のターゲットが愛さんに変更されてしまったのです。角田にとってはうまく石川の支配から抜けたということになります。ただ角田は自分がやられていたことを今度は愛さんにするようになったのです。二人は気に食わないことや稼ぎが少ないと愛さんに手を挙げ、ひどい扱いをしていました。また角田が愛さんに対し、もっと働けと言い放っていたそうです。そんな中、2019年2月1日頃に事件は起きてしまいます。この日愛さんが逃げたいという一言を漏らしたそうです。この言葉に石川は激高しました。そして壮絶な暴行を加えたのです。以前からひどい扱いを受けていた愛さんは衰弱していき、動かなくなってしまいます。そして翌日の2月2日頃に愛さんは外傷性脳障害で亡くなってしまいました。これに気づいた石川は焦り出します。彼女は角田と協力し、冷たくなった愛さんを車で運びました。二人は豊田市の山林まで彼女のことを運び、崖に捨てたのです。こうして処理を終えた二人は反省することはありませんでした。なんと事件から約2週間が経った2月15日に愛さんの口座から現金13万円を引き出して盗んだのです。それから9日が経った2月24日、警察署に一本の通報が寄せられました。それは知り合いが人を手にかけたみたいだというとんでもない内容だったのです。この通報をしたのは石川と角田の知人男性だったようです。つまり2人は知人男性からチクられたということになります。もしかしたら2人は他人に犯行を打ち明けていたのかもしれません。こうして警察が2人のことを聴取したところ、愛さんを山に捨てたということを認めました。そして2人が供述した場所から変わり果てた愛さんが見つかったのです。角田は取り調べで後悔していると話したと言います。裁判で検察側は2人のことを強く非難し、傷害致死罪の適用を主張しました。そして石川に懲役12年を求刑し、角田に懲役8年を求刑したのです。しかし石川と角田の口からはとんでもない発言が飛び出します。石川は、やっていません、遺体を運んでしまったが罪になるとは思わなかったと言い、角田は暴行は認めるがそれが死につながるものではないと思ったと言い放ったのです。二人は愛さんを捨てたことや現金を引き出した行為については認めたものの、いずれも罪になる認識はなかったと主張しています。さらに石川は無罪を主張し、角田は傷害致死罪ではなく傷害罪にとどまると訴えました。そして判決公判では予想外の判決が言い渡されるのです。裁判長は傷害致死罪については無罪とし、死体遺棄罪と窃盗罪のみを認定しました。その上で石川に懲役2年8ヶ月保護観察付きの執行猶予4年、角田に懲役2年保護観察付きの執行猶予4年を言い渡したのです。このような結果になってしまったのは、愛さんが亡くなったとみられる日に外傷性脳障害を負わせる暴行があったことを
検察側が立証できなかったためだと言います。こうして石川と門田は執行猶予がついたため外の世界に解き放たれてしまったのです。ところがどっこい、本件が起こった3年後、とんでもない運命が門田を待っていました。驚くべきことに、愛知県東浦町の畑に彼女は埋められた状態で発見されたのです。どうやら門田は知人の女性と金銭トラブルになったらしく、暴力を振るわれていたそうです。そしてまだ動機などは明らかにされていませんが、その知人女性と交際男性によって手にかけられ埋められたと見られています。逮捕されたのは当時54歳の山下克美、そして当時37歳の天池ゆかりという人物でした。二人は別の女性に対して監禁などをした疑いで逮捕されたのですが、その取り調べの中で門田を畑に埋めたと自白したそうです。この裁判はまだ行われていないため、今後詳しい内容が明らかになると思われます。恐ろしい女が起こした本事件、加害者が別の事件で被害者になるという稀なケースです。愛さんのご冥福をお祈りします。